さあ皆さんどうも K です。今回はですね、また視聴者の方にいただいて、これ今回はインスタだったかな、いただいたやつなんですけれども、ちょっとねこれ僕の中では感覚が昔のことすぎて、一応お答えはさせていただくんですが、ちょっともう皆さんのコメントでも助けていただきたいというところで、今回ねピックアップさせていただきました。ちょっと見ていきましょうか。はじめまして、急な DM 失礼しますと、いつも動画楽しく拝見させていただいております、ありがとうございます。自分は最近釣り熱が再燃し、エギングタックルでエギングシーバス、漁港でのロックフィッシュを主にしています。この度、縁があり、ベイトのロックフィッシュロット8フィートの MH を知人から譲り受けました。ベイトリールは小学生の時に漫画で憧れて使用し、トラウマを植え付けられた口ですと。まあ、バックラッシュしたんでしょうね、おそらくね。しかし、ロックフィッシュでのクラッチ操作、幼少期にベイトタックルで大きな魚とのファイトをしたことがないという未知の世界を知りたくて、ベイトリールの購入を20数年ぶりで考えております。で、現在の候補はシマノの SLX DCXT、 ダイバのジリオン TWHD となっていますと。ジリオンがお財布的には限界ですという話ですね。で、初心者、夜間での兆候が多いので DCSV がいい気がしているんですが決めきれませんと。また私は物心ついた時からスピニングリールは左巻きでしたとね。で、店頭で左巻きのベイトリールを触った際、ハンドルの長さから違和感がありました。これはしゃあないですね、これはもう絶対に。ジリオンのロングハンドルなら違和感は少なくなるでしょうか。多分ねこれ変わんないと思う、僕はね。で、巻きというよりロッド操作を左手で行う自信がありません。どちらも慣れていくものなのでしょうか。長々と失礼いたしました。お忙しいと思いますが、 K さんからのアドバイス、ご意見お待ちしておりますということでいただいてるんですが、冒頭言ったようにですね、まず、僕が初めてベイトリールを使ったという経験が恐ろしく前なんですよ。本当に。世間は確かバス釣りブームだったんじゃないかな。なんかね、本当に浜辺に行くとね、琵琶湖の浜に行くと、ものすごい数のワームが落ちてたりとか、下手したらね、リール落ちてたりしたんですよ、マジで。で、その時に、もう何のベイトリールかな、なんか台湾の、TD じゃないな、ちょっと忘れたけど、なんかベイトリールが落ちてて、それから確かね始めたんですよ。でその後両親にバスライズかな、あの青と銀のやつ、あれ買ってもらって、バックラッシュしながら覚えて、で最後はねもう本当にちっちゃいワームまであれで全部やっちゃうっていうね、そういう状態になってまして、でそんな時のことなんで覚えてないんですよね。だからこう DC がいいの、 SV がいいっていうの口先では言えるんですよ。初心者の方にはね、バックラッシュしにくい、それがいいんじゃないのって言えるんですけど、でも別にこのね、ダイワのジリオンとかね、 TW の HD 強いやつの方ね、これ僕はね大丈夫だと思うんですよね。でまずはこの候補になってる SLX DCXT、 これじゃあどうなんだって話なんですけど、これはですね、漁港でロックフィッシュとかやられてるっていうことなんで、リールとしてはぴったりだと思うんですけど、多分ね、ちょっと竿が強いかなーって気はするんですよね、8フィート MH だったら。これが、M とか、もう少し短いロッドとかだったら、ぴったり来るかなとも思うんですけれども、ちょっとロッドがね、勝ちすぎてしまう感じが、まあ、これ、文字だけですけど、そんな感じがすると。だからシマノで合わせるっていうと、まあちょっと上のこのスコーピオン DC か、それかこのバンタムになってくるかなと。まあ定価は上がっちゃうんですが、店頭だとね、そんなに少し上がるぐらいだと思うんで、ただ、ちょっとね、バンタムは SVS なんで、SVS はね、ちょっと難しい気はする。調整も含めて。で、ダイワのね、ジリオン TW の HD、これなんですけど、これは僕おすすめです。これにどうだろう、まあ、1.5 号から2号ぐらい。てか、最初なんで、まあ、2.5 号とかを巻いてもいいかなと思います。やっぱね、トラブった時にラインが細いとね、すんごくこう、解きにくかったりするんですよね。このジリオン TW の HD であれば、ロッドにも合うし、で、34ミリでコンパクトだし、漁港で使うのにもできるし、ちょっとね、漁港の外側とか、岩場が絡むような場所とかで使うのにも、信頼できるかなと。ここまで手が届かれるということだったら、僕はこれをおすすめしたいですね。ぴったりです。で、このハンドルの話ね、
これはね、あのロングハンドルでも違和感出ると思います、このジリオンの。結局ね、あの構造が違うから、スピニングはねハンドルを回したらローターが回るけど、ベイトはハンドルを回したらスプールが回るから、多分ねこれはもう慣れていただくしかないですね。でこのねどっち巻きを使うっていうことなんですけど、ここに書いてるね、巻きというよりロッドの操作を左手で行う自信がありませんっていう話、まあ、ちょっとこれどっち利きの方なのか分かんないけれども、今スピニングリールは左巻き、これね左巻きでしたと。でロッド操作は右でしてらっしゃるわけなんで、もう正直そのままでいいと思う。これは無理に右それに強制する必要はないかなと。余計時間かかっちゃうと思うんで、だから左巻きを購入していただき、でこのハンドルの違和感はこれはもう慣れるしかないです。というわけでね、最後に僕のおすすめセッティング紹介していきたいなと思います。まずロッドは8フィートの MH を使われるっていうことと、リールはこちらジリオンの TW の HD を購入されて、それの左ですね、左で、でラインなんですけど、ここがねまた重要なんですよ。ラインふにゃふにゃした PE、 しなやかすぎる PE を使ってしまうとものすごく扱いにくいので、まあ、僕はね今 X8 Pro っていうやつを使ってるんですけど、デュエルの。それはねなんかもう今廃盤なのかな、でもまだ買える店舗とかあるんでよくわからないんですけれども、まあ、それ買っていただいてもいいし、あとね結構話題になってるこれね、シマノのハードブル、これハードブルの8プラス、このあたりですね。で号数ね、これ2号から上ですね。ハードブルは 2.5 のセッティングがないけど、 2.5 のセッティングがあるなら 2.5 でもいいと思います。いや、なんだったらもう3でもいい、3号でもいい。最初は絶対バックラッシュするんで、もう絶対にその時にラインにバーッと負荷がかかっても切れにくい号数にしておくっていうのがすごい大事なんで、3号をお勧めしたいですね。まあ、2.5、3とかそのぐらいお勧めしたいんですね。もう今回マジでほぼ初めてっていうことなんでね、3号巻いて。で、リーダーなんですけど、とりあえず、いつも使ってるね、リーダー。まあ、漁港のロックフィッシュっていうとどうだろうな。まあ、どういうサイズを狙うかにもよるけども、だいたい14、16、20とかそのあたりが多いんじゃないかな。それを一拾取ってもらって、FG ノット。まあ、ノットは何でもいいけど、抜けやすいノットを検索してもらってっていう感じになりますかね。あのベイトリールの利点としてロングリーダーが使えるみたいなね記事とかも結構あるんですけれども、確かにロックフィッシュにロングリーダーって非常にこう理にかなってるというか、すぐにこう根に戻ろうとするロックフィッシュなんでラインすれがちだから、リーダー長いのは確かにいいんだが、ロングリーダーにするとやっぱガイドに干渉するんで、そうすると放出のスピードが微妙に変わったりして、ちょっとねそこでバックラッシュ系が出たりすることがあるんですね。なので一ヒロであれば、まあスピニングと一緒なんでそんな心配はないと。とりあえず一ヒロで始めていただくのがいいんじゃないかなと。で仮にガッて行っても3号だったらまあ大丈夫ですわ。見ていきますと、ほらこれ2号で 155m 入るから3号でももう十分ですよ。で慣れてきたら号数を落としていく、まあ大体 1.5 号ぐらいまでかな。そんな感じでねやっていただけるとよろしいかなと。でキャスティングの際は必ず最初はブレーキマックスから始めていただくっていう感じですね。で当然ながらね飛距離、ソルトでは大事になりますんで、このスプールエッジからほんの少し下、1ミリ下ぐらいを、まあ、いわゆる最適量と言われるようなところまで PE を巻いてもらって、でまあ軽くね、モノフィラで下巻きしてもいいし、 PE 直で巻く場合は何回かこうぐるぐるぐるって回して滑らないことを確認してから巻いていくと。そんな感じでね、扱っていただけるとよろしいんじゃないかなと思います。とにかくねマグゼットブーストは間違いなく SV よりはソルト向きではあるんで、特にロックフィッシュ、漁港ってなると遠投するシーンも多いと思うん でしかもこのジリオンはごめん話ちょっと行ったり来たりするけど、34ミリってのはこれまたいいのよね、うん、コンパクトでありタフであるっていうところが素晴らしいところなのよ。8フィート MH にもぴったり。購入するモデルはこちらを選んでいただき、ロックフィッシュライフ楽しんでいただけたらなと思います。で、冒頭言ったようにね、皆さん、いや、ちょっと、本当に、初めて触る場合は、このマグゼットブーストやめた方がいいよと、ケイさんはああ言ってるけども、みたいな。
そういう方がいらっしゃればね、もう遠慮なくコメントに書いていただいて、消しませんから、そんな。わけわからん誹謗中傷以外は、基本的には、建設的なね、意見のコメントは絶対に消さないので、コメントいただければなと思います。多分ね、大丈夫だと思うんだけどな、どうなの？本当に初めての場合、マグゼットブースト無理かな。